日本のグローバル化が急速に進んでいます。政治や経済を巻き込み進められる TPP、 2020年に控えたオリンピック、これら国際化の波に乗り遅れまいと、企業はさまざまなグローバル戦略を打ち出しています。しかし、これらの成長戦略に欠かせない語学力、会話や文書作成にもより正確な表現力が要求されます。企業魂、今回は高度成長時代から44年、翻訳を通し日本の国際化に貢献し続ける企業を追いました。浜松町駅竹芝桟橋近く、東京湾を見渡すように株式会社翻訳社がある。社員数42人、創業40年以上の歴史を持ち、これまで企業向けに翻訳、通訳、語学研修サービスを展開してきた。一番の柱である翻訳サービスでは、観光庁などの公的機関をはじめ、機械、通信、エネルギー、法律、特許などの産業翻訳全般をカバーする。対応する言語は40以上を超え、全世界を網羅する。まあ、翻訳といっても文脈とかそういう小説類ではなくて、産業技術全般のですね、機械とか あるいは医療、医学、そういう、どちらかというと科学技術関係の翻訳をメインとしてやっております。これが技術立国、貿易立国日本のですね、大事な役割を我々が担っているということを、我々の仕事がなければグローバリゼーションというのは多分難しいんではないかなというぐらいな誇りとプライドを持ってですね、進めておりますので、そういうプライドを胸に秘めながらですね、この仕事を続けているということ。翻訳者のモットーは品質第一だ。機械のマニュアルや医薬、医療関連の誤訳は生命の危機にも発展しかねない。彼らは最新の注意を払いながら、お客様とのベストコミュニケーションを目指す。私たち翻訳会社でお受けする翻訳の仕事っていうのは、毎回毎回オーダーメイドなんですね。で、原稿の種類ですとか内容も異なりますし、お客様のご要望っていうのもいろいろなので、お客様のその要望を受け止めて、それをゴールを明確にするっていうのが一番大事かなと思っています。人のする仕事ですので、やはり人間関係、信頼関係っていうのが大切になってきますから、日頃の仕事を通して翻訳者の方、またクライアントの皆様と信頼関係を築くことによって、翻訳者の方にも一番いいパフォーマンスを発揮していただけるのではないかなというふうに思っております。私どもで今非常に多くの国に展開してますので、実際私どもが伝えたい情報量というのが非常に多くございます。まだまだ弊社の中で力不足のところがありまして、そういった面で翻訳者様にはネイティブチェックも含めて安心してお任せできるということと、まあ、他社の翻訳業者ですと非常にびっくりしてしまうような量をまあ、スピード感を持って精度よくやっていただいているということを非常に感謝しております。翻訳者は全世界1200人のブレーンの力を借り、翻訳の仕事以外に同時通訳や語学研修、さらに創業以来蓄積されたボーダーレスのサービスは海外進出支援業務までカバーする。翻訳者は2013年グローバル事業展開の北米中核拠点としてロサンゼルスに現地法人を設立した。米国に進出している日系企業をはじめ、現地の米国企業をバックアップするため、またグローバル展開の要として、さらなるサービスの向上を図るためだ。これからが我々正念場だろうと思っていますので、グローバル化に向けてですね、社員一同、身の引き締まる思いでですね、努力と準備を重ねている最中です。一体となってですね、社員が頑張れる、そういう会社に今している最中ですので、よろしくお願いいたします。